日向坂46の斉藤京子、佐々木久美、丹上あかりが12日東京スカイツリーで初コラボレーションイベント、日向坂 46WeAre in 東京スカイツリー日向坂46の虹プレス発表会に参加した。虹の思い出を話すことになり、丹上は今回虹をテーマに展示していただいているんですけど、私たちの楽曲のジョイフルラブではファンの皆さんがサイリウムで虹を作ってくださるんです。3回目のひな誕祭の時の東京ドームで会場の照明を全部落としてファンの皆さんのサイリウムの虹の中だけでパフォーマンスする瞬間があったと振り返った。今までに見たことない虹の景色でやっぱり忘れられないですとしみじみ語り、プライベートで何回か来たことがあるスカイツリーと日向坂46がコラボさせていただけて本当に嬉しいです。内側の展示も楽しめますし、ライトアップで外側からスカイツリーを見てもカラーを楽しめるので、たくさんスカイツリーを見てくださると嬉しいですと呼びかけていた。イベントは3月1日から東京六本木ミュージアムにて開催される同グループの展覧会 WeAre と連動し、3月27日にデビュー5周年を迎える日向坂46のこれまでに開催されたライブにフォーカスを当てた企画となっている。